はい、このようにすごい。みるみるランド。はい、どうも、みんなのひろゆきです。片石玲奈です。今回は加藤モーターさんにお邪魔しているんですが、今回も仮家具お願いしました。はい、仮家具ね、前回は私たちがパソコンで旅をしながらできるちょっとオフィスタイプをお願いしたんですけども、はい、今回はですね、外で遊べるタイプにしたいってことで、はい、キャンプ専用のものをお願いしました。はい、加藤さん、こんにちは。カタリストレーナです。はい、今日はですね、今度仮家具をやっていただく内容をゆきさんと一緒に考えてみました。ということでね、今回は前回はですね、YouTuber の仮家具をやっていただいたと思うんですけれども、今回は趣味に特化してということでテーマにしました。今回趣味にしたものはキャンプです。なので、焚き火を囲めるようなバンライフというね、イメージのハイエースで作ってもらおうと思ってるんですけども、ハイエースの企画は、スーパーロングでお願いします。ハイエーススーパーロングで計算して作りました。ということで、ちょっとね、見づらいかな。座席の方ですね。基本的にこっち側に、こっちが、運転手で、運転席はこっちだ、はい、運転席に上側に来て、で下側に、助手席が来る形です。でここはね、もう50、はい、今回特徴なのは全部50センチで切ってあります。刻んであります。なぜかというと、調べたところ、この中の長さが3540って書いてあったので、7つに、まあ、分けられるかなということで、そういう形にしました。で最初の50センチは、はい、見るでしょうか。後でこれ添付しますので、50センチはこの作業台、調理台みたいな形で使います。でこれからこの10センチは46リットルのちっちゃめの冷蔵庫を1台入れようと思ってます。なのでこれもね、50センチで中に入る感じです。それからね、隣はシンク、これも一応調べて、まあ、内寸外寸が50センチに収まるものを選びました。でこの下は、タンクを入れたいなと考えております。でこの隣が作業台なんですけども、この人はね、収納がいいかなって思ってます。でその後ろ、ダダーと550センチあるんですけども、ここはですね、全部収納にして、今回のテーマのキャンプキットというか、キャンプギアをね、収納できるような収納スペースにしたいなと思ってます。でこれ開けると、中にはストーブだとか、あとテントとか、そういったね、いろんなキャンプグッズが、焚き火台とかいろいろ入れていきたいなと考えてます。でですね、これこっちに移っていただくと、全部実はこれは70cm×50cm の縦横に、薪とテーブルのボックスは、高さ50センチにしてあります。でこれはね、動く感じになってて、中で自由にいろんなレイアウトができるようにしてあります。で椅子だけはちょっと低めに、高さを35センチにしました。でその間を埋めて寝るときはですね、はい、ベッド展開バージョン書きました。ベッド展開するときはここね、全部50センチ揃ってるので、50センチで揃えて、ここがね、2メーターの、ここは120のベッドに、1人用のベッドですね、しました。でこれで35センチの椅子の方はですね、ちょっと、差のある15センチをどうにか埋めて、まあ、ベッド展開という形がいいかなっていう風にしてあります。で基本的に私たちのそのキャンプスタイルは、1人が外のテントで寝て、1人がこのバンの中で寝るという形なので、まあ、そんな感じにしていこうかなと思ってます。
イメージとしてはちょっとバンライフを考えているので、もしやってもらえるんだったら内装は板張りっていうイメージで、多分ね仮家具でやるのはとっても大変だと思うので、まあ、イメージはそういう感じですっていうことですね。でこれのポイントは全部50センチで基本的には揃っているので、50センチより上のものは、ね、ほとんどない感じです。で中の板張りのところにはライトだったりとか、あとはなんだっけ、ライト、ランタンとかカップとか、そういう見せられるキャンプギアをいろいろ飾っていきたいなっていうふうに考えています。でですね、あと、あ、そうですね、特徴、この部分なんですけど、これね作業台なんですけど引き出せるものになっているので、ここをですねこっち側にビビッとちょっとね短くしか書けなかったんですけど、引き出すとこの分ズズズズズッと出てきて外に、出して、ここをね作業台として使えるようにしたいなと。しかも中は、作業のものを入れられるような収納スペース、例えば、ガス台だとか、あと食器とかカトラリーとか入れられるようなスペースにしておいて、ここね作業台にして、でこうタープか、もしくはサンシェードじゃない、サイドオーニングを出して、まあここで台を使って料理ができるような感じにしようかなと考えております。あとはそうですね、基本的にはここの引き出しは全部アイアンのもので統一したらどうかなっていうふうに考えているのと、あとこの椅子のイメージですね、テーブルと椅子はこう四つ足にしていただいて、で、この巻き入れだけこう下の受けがあって、そこに巻きを入れるような感じがいいんじゃないかなと思います。ちょっとね光も微妙で見づらいかと思うので、こちらも後で送らせていただきたいと思います。何かわからないこととか説明不足がいろいろあるかとは思うんですけど、イメージは焚き火を囲めるバンライフスーパーロングで作りたいなと思ってます。ハイエーススーパーロングで作りたいなと考えてます。はい、そんなところでよろしかったでしょうか。じゃあ加藤さんよろしく。見る見るランド、はい、こちら野島さんと加藤さんです。よろしくお願いします。どんな感じに仕上がっているのか拝見していこうと思います。すごい、はい、このようにすごい、もう、ね、入っていきなりバーンって机あるんですよ、はい、でここは調理台にもなるし、まあ、デスクとしても使えるかなっていう場所になっております。でいいですか、中がいい感じの、まあ、ちょっとこれだけだとあれ、ね、どこがどうなのかっていうのがイメージ、いろいろ説明を、はいはい、していきたいと思います。でこれなんと引き出せいいですか、はい、お邪魔します。あもうすごい、あのね夢が叶う、はい、加藤さんのところは夢が叶います。そしてですね、ここに冷蔵庫とか、あとシンクを置きたいなと思って、でそうするとシンクと冷蔵庫があって、台がここ全部台なんですよ、うん、ずっとここ台になってて、これだけ広い台だったらみんなで調理もできるし、まあ、2人でも調理もできるっていう、はい、そういうねちょっと楽しい感じにして、こちら収納に今ね空いてますけど、まあ、なるイメージでお願いしました、うん、でここに来ますとですね、はいはいはい、机があるんですよ。でこちらがキャンプ道具入れられる収納スペースになっております。はい、でねこれ動くんです。すごくないですか、これ作ってくれたんですよ。これはあえて固定をしないで、外に持ち運びできるテーブルと椅子にしたかったんです、ということでオーダーしました。そうね、しかも中でレイアウト変えられるから、こういう風にして、まあ、ちょっと机も椅子も動かせます、うん、で外にね机と椅子を出したら、もうそこでいちいちキャンプ用のものを持っていかなくてもいいですし、中でも使えるってすっごい便利だなっていう、いい考えだと思います。
ですね。でこれちょっと外でね焚き火やる時もこれとこのセットね、テーブルセット椅子セット持っていけばもうそれで焚き火やったらもうそこでそういう設定でございます。ちょっとじゃあ外出してみましょうかね。ちょっといいですか出して、はい、じゃあ外をちょっと出させていただきます。すごい、外でキャンプやりますってなった時にここで、そしてそこにもね夢の引き出しがついてます。目玉、目玉収納が飛び出すという、はい、これです。これこれ そこが支えになると。でそうするとここが台としても使えるというね。これが欲しかったんですよね。これ欲しかった、私はこれが欲しかった。だから無理を言って引き出すのないのにどうやるのかなって勝手な妄想してこんな感じですって言って、そしたらやってくれました。すごいいいです。でそこで調理しながらここで食べるみたいな。だからこれで囲める、焚き火を囲めるキャンピングカーという、そういうコンセプトでお願いしました。いや見事にね、再現すごいです。ね、ね、キャンプしてる、そうなんですよ。で余計なものをあまり持ってかなくてもキャンプできる、うん、でサイドオーニングとかねこうやって出したらもうね、最高だよね。そうなんですよ。でさらに私はこの上で寝たかった、はい、ここじゃないんです、中で中でも寝れるようにしたかったということ でちょっとこれ寝るバージョンのベッド展開していきたいと思います。はい、今ですねこう何段になってる状態なんですけども、あの加藤さんって結構このなんていうんですか、積み木みたいにして支えをつけてこう上に新しくベッド展開をするパターンが多かったので、それでここにね今度このベッド展開のためのパーツを踏んだ入れたら、ここがですねピーッと、ここがフラットになるっていう、そうフラットにここからそっちが丸感じになるんですね、うん、そうするとここから全部ベッドスペースになるんですよ。はいはい、でしかも荷物はこっちの脇にこう置けるようになってますし、うん、でももうこれだけのね寝るスペースがあったら十分じゃないかな。十分ですね。そう、すごい収納も機能的ですし、もうベッドとしてもうちの、まあ、リビングスペースとしても使いやすいかなということで今回はお願いしました。はい、しかもね収納スペース今回多く取らせてもらったんで、本当にここ今空いてますけど、ここもそこも全部収納のスペースになります。うん、もうキャンプ道具とかも全部ねここに入れて持ってくる、入れて、ね、しかもこれベッドにしてもこれだけねスペースがあるので、そういう点もいいなっていうことでお願いしました。もうね頼んだのがイメージ通りすぎてすごい嬉しいです、うん、こんなに簡単に、こ簡単じゃないんですけどなんか言ったことがイメージがそのままなってるっていう興奮すごかったですね。これはなんか加藤さんのところだからできる改革、うん、こんなにいろいろお願いしてそれが実現するってところが本当に感動しました。素晴らしいですね。レイナさんだったらこれでどこ行きたいですか。私だったらこれでやっぱりキャンプ場に行きたいですね。RV パークとかに行ってみたいと思います。ゆきさんはどこ行きたいですか。僕もキャンプ場行ってこれでキャンプしたいですね。ね、実際してみたいですよね、はい、この移動できるっていうのがすごくよくって、はい、なんならね、ここも取り外せるので、そうね、これをね、例えば炭とか入れるような感じにしたら、はははこれもこうやって外で使えるので、うん、もういろいろね、使い勝手が、レイアウトが調整できるっていうところに大変魅力があると思います。ね、本当にもうこれでキャンプ行ったら楽しそうだなっていうイメージしかわかない、もう本当に楽しそうっていう、はあ、そうキャンプしたくて今回のねオーダーをしたので、やっぱりどんな用途に使いたいのかを加藤さんと相談をさせてもらうとすごい提案もしてもらえるし、それでいてこういうね自由なレイアウトも、まあ、お金はちょっと高くなると思うんですけどできると思うので、
や本当にこの実現力がすごいなと思いました。なんかやっぱりこうやってお客さんの最後の願いをちゃんと聞き届けてもらえるっていうのは嬉しいなと思ったので、こう自分のこういうイメージでやりたいっていうのがもしある方だったらすごい相談されてはいい、ね、正直こことかさちょっとなんか無茶な注文したかなってね、さすがに今回はねと思ったんですけど、見事に再現されて、そうこんな風に再現できるんだっていうね、もう感動しかない。しかもねちゃんとまっすぐだったんですよ、フラットになってて、もうさすが職人さん。構造に詳しい野島さんから見てどうでしょうか。そうですね、結構な面白いレイアウトだったなと思うのと、まあ、こちらだとやっぱりキャンピングっていうよりはあの移動事務室車になるんじゃないかなと思うんですけど、なるほど、なんでそうですね、行けるんじゃないかなと思って。取れそうですか、8ナンパー。そうですね、8ナンパー、まあ、ちょっと計算面積の問題とかもあるんですけど、まあ、なんとかその辺計算すれば微調整でなるような気がしますね。うん、OK 出ましたね。OK 出ました。こういうねタイプもいいんじゃないかと思います。本当に今回はありがとうございました。はい、ありがとうございます。加藤さん来たんですね。本当ありがとうございました。ありがとうございました。夢が叶います。こんな風に加藤モーターさんでは、これあのあれですよね。どの段階で作ってくれるんでしたっけ、カリカグ。買った後注文して、はい、でお願いしますって注文した後にカリカグ作っていただいて、はい、で最終的にこれでいいですかって確認をしてって感じですよね。はい、ぜひゆきさんに買ってもらいたいと思います。はい、はい、ということでこの動画が良かったよっていうとか、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして SNS もやってますので、インスタの